ここですね。こんな格好をしてます。こんな感じですね。このあのレントゲンとかを撮る、まあ、専門の場所ですよね。今日はですね、歯医者に向かっています。で、結構あの医療関係どうですかっていうのはあの問い合わせをですねいただいてたりしたもので、で、まあ、あの私も1年に1回ぐらいはその歯医者さんでですね、歯石とかクリーニングっていうんですか、掃除してもらったり、あと虫歯がないか、見てもらう、まあ、チェックアップなんてこっちでは呼んでますけど、そういったものを、したりですね、しています。なかなか、いい歯医者さんあるんかなと探してまして、この街でですね、で日本人の方に、こういうとこいいよと、知り合いの方に教えてもらったりできたものですから、今回今そこに向かっています。で先日あの子どもたちはですね、そこで見てもらったんですけど、非常にあの対応も良くて、ここなら、家族でね長くお世話になれるのではないかなと個人的には思っています。でその時にですね、矯正、歯並びをですね直すっていうのもちょっと相談してまして、私がね別のサブチャンでも動画撮り始めて、まあ、再認識してるんですけど、やっぱ私がね歯並びが良くないもんですから、まあ、今もう40代後半今更ね直すのかっていうことを言われてしまうかもしれないんですけど、それでも、やってみようかなというのがありますので、ちょっとね、お値段とか、先日ざっくりとは聞いたんですけど、今日改めて相談しようと思っています。なんて話をしていたら、到着しました。ここですね。なんてよ、お店がね、お店というか、ドクターディールさんなんですよね。ここに看板があるんか、ちょっと見えているか分かりませんが、この辺かな、DY ディールっていうディール先生、ドクターディールさんの、お店です。お店というか歯医者さんです。こんな感じでね、ちょっと一見分かりづらいとこですけど、こんな周りは状況というか、こういう結構大きな通りの交差点にある場所です。じゃあ中に入ってみます。先日ね、撮影していいですかって聞いたら、まあ大丈夫だと思うよということだったんですけど、念のため今日再度聞いてみます。この2階ですね。ちょっとしばらくカメラを下向けておきます。ハロー。オッケーオッケー。はい。こんな感じで今、ちょっと待っててと言われたんで、待ってます。結構小綺麗ですよね。こういうところって意外に荷物をガチャガチャっとね、木の破片だったり段ボールの箱であったり、そういったものを置いてありがちなんですけど、そういったこともなくて非常に管理されている、そんな建物です。で、だいたい日本で歯科矯正をやると、まあ、何十万とか、まあ、方法によっては百何万とかねかかるのかもしれませんが、こちらはだいたい十何万円ぐらい、5万円前後ぐらいで1、2年かけて直すと。で直す方法もおそらくブリッジっていう針金を使う一般的な、
まあ、日本だともうちょっと旧式なんですかねの方法になるのかもしれません。その辺を今日聞こうと思ってますが、日本だとあの見えにくくする歯の後ろにこう針金をつけたり、あとはもう針金じゃなくてね、なんか毎日寝るときにこうマウスピースみたいなやつを噛んではめて寝るとかね、そういう方法があるみたいですけど、前聞いた歯医者さん、まあ、ここに来る前に歯医者さん聞いたんですけど、別のところで、そこではそういうねのはなかったですね。そういう技術を高いのをやるんであればセブンに行ってくれと、もしくはマニラに行ってくれと、そんな話を、私が別のところで聞いた歯医者さんはおっしゃってました。まあ、とりあえずちょっと待ってみたいと思います。で、待ってみるっていうのはごめんなさい、中に入れないんですね、そのある一定人数だから。予約をした、まあ私予約して5分前10分前に今ついてるんですけど、もうちょっとギリギリにならないと中に入れないのかもしれないです。こんな格好をしてます。今完全防備っていうんですかね、マスクもして、あと映ってないですけど頭にはネットみたいなやつもしてますね。帽子みたいなのもかぶってます。撮影が OK らしいんで、はい、はい、こんな感じですね。あ、Thank you。 日本と同じですね、だいたい綺麗なこういうのがあります。日本と同じ感じだと思います。ちょっと使用感はありますけど、それでも一緒ですね。終わりました。まずクリーニングですね。で、検診はおかげさまで虫歯はないということで、でクリーニングは日本で私あんまり歯医者さん行ってないんで、まあ、アメリカとかの比較になっちゃうかもしれないですけど、まあ、日本も少しは行ったことありますけど、大きくは変わらないと思います。初め水がこうねシャーッと出るやつで、電動の歯垢歯石取りみたいなやつですね、あれをガガガーッと一周歯を全体的にきれいにしてくれて、でその後こういうフックのガリガリガリってこう削るやつ、あれでですねきれいにしてくれてっていう感じですね。ただその歯となんていうんですか、歯茎の中っていうんですかね、そこまではこうガリガリガリってこうかき出すような歯垢を取ったりっていうのはここはやってなかったですね。で聞いたら本当に汚れがひどい、それこそ10年間歯医者行ってないとか、それでも歯垢だらけ歯石だらけの人であればそういうふうなことはするというようなことを言ってました。ただまあ全体的にはそんなに丁寧にやってくれたんで、技術が低いとかそういうことはあまり私は感じなかったですね。でお値段が、1,800ペソ、だからまあ4000円ぐらいですかになります。でそれは検診と歯石取りで、なんかねフッ素をね塗ってくれたんですけど、なんかあまり大人はフッ素を塗らなくてもいいんですかね。ちょ子供なんかはフッ素をね塗るとかありましたけど、それで多分いくらかもしかしたらお金多くかかってるのかもしれないんで、まあ
フッ素塗らないよという方であればもうちょっと安くなるかもしれません。で今後はですね、矯正の方をここでやっていくことになりますので、まあ、1年2年かけて歯並びを良くしようと思っています。その様子も動画でお届けしたいと思いますので、興味のある方はご覧ください。今ちょうど、今回矯正をするというのでレントゲンを取りに来ました。デンタルイメージセンターっていうところでね、これは歯医者さんとはまた別ですね。中撮影できなかったんで今外で立ってますけど、非常に設備も綺麗で良かったです。どう良かったかっていうと、まず流れとするとちょっと忘れないうちにビデオ撮ろうと思ってるんですけど、まずですね、費用は1人2400ペソですから、まあ5000ちょっとですかね。で5000円ちょっとで、レントゲンを撮ってくれて、あと歯の、なんていうんですか、中の写真を一眼レフで撮る、そんな感じでした。でまずレントゲンをね撮るんですけど、そのレントゲンも最新の機種なのかな、わかんないですけど、多分ね英語でいろいろデジタルの説明とか流れてきたりする感じで、非常にいいものを使ってるんじゃないかなと勝手に思えてしまうほど、私もそんなに医療は詳しくないですが、そういう日本に置いてあるものと遜色がないんじゃないかと思えてしまうような感じでした。でそれで、歯の全体の写真を撮って、レントゲンですねを撮って、でその次は先ほどお話しした一眼レフの、カメラでですね、口の中の歯の撮影というので、まあ、5、6枚歯のね裏側を鏡で撮ったり、表を撮ったり、こう器具でねこう左右の唇の部分とかを、ほっぺの部分をガッと広げたりとか、そういうことをしながら撮影をする、そんなことで約5000円強の費用がかかりました。でレントゲン自体は今午前10時半ぐらいなんですけど、1時半今日の同じ日のですねに来れば、もう現像できてるよと、まあ、そんなことを言ってくれてます。で私が明日ですね歯医者予約してて、そこでクリーニングとか虫歯がないかとかチェックをしてもらって、その時にその矯正についても、お医者さんから歯医者さんから話を聞く、そんな予定になっています。思ったよりねこの町で、まあ今歯医者さん、私いつもレントゲンって大きい病院で別のところで撮ってるんですけど、設備がかなりね古くて、それこそ20年前ぐらいの機械じゃないかって思えるようなものだったんですけど、ここの歯医者さんはね非常に、歯医者さんというかここのレントゲンとかを撮る、まあ、専門の場所ですよね、は非常に近代設備がぽくて素晴らしいなと、ちょっとこの、フィリピン・ドゥマゲテ地方都市の医療技術を侮っていたなと、そんな風に思えるような今回体験でした。じゃあまた詳細の矯正については別で、ご紹介したいと思います。じゃあ今日はこの辺りで失礼します。ありがとうございました。このチャンネルでは40代の元サラリーマンが会社を早期退職し、家族とセミリタイア生活をフィリピンの地方都市で行うとどんな暮らしになるのか、リアルな実情を動画にして定期的に投稿していますので、チャンネル登録や評価、コメントをぜひお願いします。また私が40代でセミリタイア生活をするために行った準備や具体的な行動、そして必要だったお金をどのように貯めたのか、興味のある方は概要欄にブログのリンクがありますので、そちらをぜひご覧ください。また具体的な質問がある方は概要欄にあるメールアドレスか Twitter の DM までお願いします。ありがとうございました。